他からの人はいませんか？いた、リズさん。それでは皆さん、ご唱和ください。せーの。SAOクリア！おめでとう！今俺たちがいるのはアークソフィアのじゃない。そう、 SAO 全国の SAO プレイヤーが一斉に覚醒したことについての大混乱は、目覚めた俺たちを待っていたのは。そんなわけで、みんなが一堂に会するのはアインクラッド攻略記念パーティー。たお疲れのご様子だな。まだリハビリの疲れが抜けきらない。2ヶ月前まで寝たきりだったのに。あんなに、ここ2ヶ月はみんな検査ばかりでゆっくり話せなかったからな。それにしても相変わらず不景気な店だな。うるせえ、夜は繁盛してんだうちの嫁さんはしっかり者でな。おかげで俺はまたこうしてカウンターに立てる。ま、アインクラッドと違ってリアルの客商売にはいろいろ。それに引き換えこっちの、しくしょう、明日も残業だよ。2年以上も寝たきりだったってのにこんなに働かせるなんて鬼か。ま、こういうやつもいる。キリト、そんなむさ苦しい集団の相手なんかしてないで、あんたもこっち来なさいよ。せっかくリアルでキリトさんと会えたんですから。おい、キリト君、エギルには美人の嫁さん、キリトは行ってこい。みんなアインクラッドの英雄を魚にしたくて。やれやれ、それじゃ覚悟。しくしょー、エギルおかわりだ。もっと強いのくれ。確かに表情というか顔つきが似てるのかも。そうですよね。あのキリトさん。もちろんさ、アインクラッドとリアル、住む世界が変わってもそれだけは変わ。これからもよろしくな。はい。まあリアルに帰れたのは嬉しいけど、やっぱりアインクラッドの自分のお店が恋しくなるわ。あんたに作ったダークリパルサーももうなくなっちゃったのよね。どんなゲームだって終わりはある。そしたらまた新しいゲームを始めればいいさ。あんたは生粋のゲーマーよね。あんな事件に巻き込まれたのに本当変わらないっていうか。リズはもう VRMMO どうかな。でもそうね、新天地にリズベットブグ店3号店を出店するのも悪くないかな。その時にはキリトには売り子をやってもらおうかしら。そうすればアスナとかシリカとかリーファとか女の子のお客さんが殺到しそうだし、大繁盛しちゃうかもね。それは勘弁してくれ。キリト、ほらキリト、いつまで体を洗ってんの？早くこっちに来なさいよ。せかすなって、今行くよ。確かに別格だな。
SAO で入った温泉とは一味も二味も違う。体の芯から温まるっていうか、肩の力が抜けていくっていうか。でしょ、キリトにも分かってもらえてよかった。着用なんて邪道なんだけど。キリトと婚約に入るにはこの方法しかないものね。後で女湯の方にも入ってくればいいんじゃないか。俺のことは気にしなくていいから。でもキリトと温泉に来たわけだし、やっぱキリトと一緒に入らないとね。来たのに一人で温泉なんてちょっと寂しいじゃない。まあ確かに。でも SAO で出会ったリスとこっちの世界でこうして温泉に来るなんて思いもしなかったな。私だってこんなことになるなんて思わなかったわよ。でもまあこうなりたいとは思っていたけど。なんか言ったか？でも武器の代金の代わりって温泉に付き合うだけでよかったのか？私がいいって言ってるんだから問題ないわ。それよりもティリト、次はどこにしよっか。え？次って何の話だ？温泉に決まってるでしょ。口に温泉って言ってもいろんな温泉があるのよ。お湯の色から香りから手触りから全然違うんだから。温泉って今回だけじゃないのか？黒の天使様は私の作った名犬が一度の温泉旅行で済む程度だと思ったの？
いや、あとゲームの外でその呼び名はやめてくれ。それにね、私はキリトと一緒に温泉に行くのが好きになっちゃった。キリトは私と一緒にいるのは嫌？別に嫌じゃ。それにまあ他の温泉も入ってみたいな。やったね、決まり。仕方ないか。こうなればとことん付き合わせてもらうよ。何よりリズには何度も助けられたから大きな借りがあるしな。当たり前よ、キリトへの貸しは大きいんだから。返済はいつ頃終わるのかな。もしかしたら一生かもよ。冗談ですよね。どうかしらね。私はあの世界でも前を向いて過ごしてこれた。あんたの熱はやっぱ私には特別みたい。リズ、キリト、ドキドキしてる。それはまあ温泉で体温が上がってるしだな。ねえ、もっと近くに来なさいよ。リズ、離さないんだからね、キリト。危ないって。大好きだよ、キリト。もう絶対諦めないよ、キリトが私のこと好きになってくれるまで。
ありがとう。それ。
シースクリフ、お前に勝って今度こそこの世界を終わらせる。こうして最後のボスとして相まみえることができて嬉しい。望み通り決着をつけよう。見事だ、キイト君。